福場大学のえっと、今年度から、えー、採択されて、えっと、まだ開発中の、えー、セルアイ i o というデータベースについて、えー、お話しできればと思います。よろしくお願いいたします。はい、えっと、まあ、この研究は私だけじゃなくて、えっとまあ、多くの、えー、共同研究者の方々に支えられております。はい、えっと、先ほど、まあえっと、データベース、バイオのデータベースですと、えっと、 分子、いろんなタンパク質だったり DNA だったり、えっと、化合物といったさまざまな生態分子についてのデータベースが多いと思うんですが、えっと、私が対象としている、えっとそのえー、生物学におけるエンティティというのが、えっと、細胞というものになります、えっと、特に、まあ、私たち人間もそうですけど多細胞生物ということをイメージしていただくと、えー、細胞というのはその 一個一個の細胞が全く同じというわけではなくて、えっと、様々な形形ととととか、えっと、形態とかか態機能とか表現型っていうのが違います例えば、えっとまあ、神経細胞とか、えっと、筋肉の細胞っていうのが、まあ、テレビの健康番組とかに出てくると思うんですけどそういったものは全然形とか、えっと、役割働きっていうのが違います。 また同じ種類の細胞であってもその細胞が例えば最近ですと細胞が細胞自体が老化するといったような現象が知られたりするんですけどその同じ種類の細胞であっても細胞の状態が違ったりとかあとは発生生物角度とその分化のポテンシャルが違うといったようなことが知られています。つまり細胞 一個一個の単位で、えー、とその細胞に備わる機能とか、えー、と細胞レベルの表現型っていうのがあってそれらが対応であるということになります。 でえっと、近年、えっと、1細胞 RNA シーケンシング1細胞 r n a s e クという、えーまあ、実験技術っていうのが登場しましたでこれが1個1個の細胞についてその細胞の中でどんな遺伝子がオンでどんな遺伝子がオフかっていうのを測るそういう、えー、実験手法になっていますそうするとこれまでその、えーまあ、顕微鏡科だったり、えー、っとで、えー、っと細胞っていうののの機能や役割っていうのを見てきてたんですけどそれに加えてその細胞の中身 でどんな遺伝子がオンになったりオフになったりしてるかっていうことが、えーとえー、計測できるようになりましたと。で,、えーとでそ,のえー、そのデータを集めると例えばこの、えー、と遺伝子発現プロファイルというんですけどある,遺伝子ある細胞についてある、えー、とそれぞれの遺伝子がオンかオフかっていうことが数値ベクトルとして得られます。そうするとこの数値ベクトルを例えばクラスタリングしたり次元圧縮すると,、えーと 例えば二次元空間上の一個一個の点っていうのが一個一個の細胞っていうことになります。でこういった、えっとえっと、たくさんの細胞の、えっと、遺伝子発現で、えっと、細胞の集団構造を見たりするものを細胞地図細胞アトラスというふうに最近は呼ばれたりします。で,ですのでこの、えっとまあ、現代の、えっと、もう細胞を扱うえっとバ,イオバイオの研究においてはこの細胞 というものが分子のように構造化確定したらこれだって決まるようなエンティティというよりはこういう連続体の中でのだいたいこの辺に何とかという細胞があるっていうような境界がなかなかこう曖昧なものっていうものを扱っています。でその細胞じゃあその細胞レベルの機能や表現型の知識っていうのが今えっと 公共データベースにどういうふうに収載されているかっていうと,、えっと、まず1細胞、先ほどの1細胞 RNA 飼育、あとは空間トランスクリプトムデータもそうなんですけど、そういったものには、例えばある細胞の種類がどんな遺伝子発現を持っているとか、あとは、えっと、ある 細胞に、えー、とこういう接動とか、えー、とこういう実験操作を与えた時に遺伝子発現がどう変わったかとかあとは、えー、とあるいはそのこういう遺伝子発現を持った細胞っていうのが、えー、とどういった機能とか表現型を持ってるかっていうそういうデータがえっ、ー、と。えー そういうういいいことを表す知識っていうのがデータに埋め込まれています一方でこのデータっていうのはその自分で再解析をしたりとかあとはデータベースもいくつかすでにあるんですけどそれらのデータベースはえっとそこまでまだ高度化していない、えっと、得られる情報がリッチでなかったりとかあとはデータ自体のカタログであることが多くて、えっと、そうすると詳しくは自分で解析したりするっていうようなことが必要になります。 一方でこの一細胞 RNA 飼育とは独立にこれまで細胞生物学だったり発生生物学だったりっていうさまざまな生物学的な技術を用いて細胞についての機能っていうのが明らかにされてきてそれがいろんな論文の文献に入っています。なんですけどやっぱ文献というのは あまり構造化されていないデータですので例えばパブメドとかの文献データベースで検索しようとしてもなかなかこう細胞型の名前っていうのもかなり曖昧なので検索しづらかったりとかあとは最近ですと論文について紹介してくれる LLM のサービスっていうのがいくつか出てきますけどそれも例えばハルチネーションのリスクっていうのがあるので結局論文を読みに行かなきゃいけないんですけど 例えばバイオインファティクスでデータ解析をしている人が必ずしもその細胞についての深いドメイン知識があるわけではなかったりしてそこでかなりボトルネックがあるという問題があります。そこで私たちはセル i o セルインプットアウトプットというデータベースを作ろうとしています。これは1細胞 r n セックデータから細胞の 遺伝子発現だったり、えー、と接動や、えー、と細胞の機能表現型のデータを整理して、えー、と細胞地図の上にマッピングするということともう一つは文献データから、えー、LLM を用いて、えー、と細胞ある細胞っていうのがどういった機能や表現型を持っているのかっていう情報を抽出してきて、えー、抽出していけるということを行います。 でえっと、この1細胞 RNA セックデータと文献データっていうのは、えっと、全然別に取られたデータなのでこれをこう組み合わせる必要があるんですけど、えっと、現在ですと人間が頭の中で一回これらの、えっと、データを吸収してなんとかこうこねくり回すんですけどそこをこ、えっと、ちから書いてないんですけど、えっと、細胞型の名前だったり解剖学的な位置を表す、えっと、言葉のオントロジーを介してマッピングするっていうようなことを行おうとしています。 これによって例えばこういう細胞っていうのはこういう機能が持っているっていうことが簡単に分かった気軽に検索できるそういったデータベースの提供っていうのを目指しますでそういった中でさまざまなシングルセル RNSEC データを集裁していく予定になっていますまた文献ベースの細胞型の機能表現型情報についても順次検索で えー、テキストマイニングで取っていくということを行います。はい、で l l n についての,その細胞レベルの、えっと、機能表現型の文献抽出っていうのはどういうことかっていうんですけど、えっと、最初の方で宮尾先生のえっとご講演の中でその なんかこう主語と術、えー、語と目的語っていう話があったんですけど実はそれと,、えー、とかなり近いことをやっています。ということかといいますと例えばある、えー、と細胞の名前があった時にある細胞が、えー、と例えばあ,のある行動、えー、とこれマウスなんですけどマウスの行動を抑制するで、えー、とそれがどういう関係性の根拠となるようなテキストで、えー、とサポートされてるかっていうそういったことを、えー、と抽出するっていうことを やっていますで現在、えっと、これは、えっとえっと、神経科学分野に絞って、えっと、POC を行っており、えっと、専門家の方に、えっと、マニュアルでアノテーションしていただいた上で LLM で、えっと、その細胞レベルの機能表現型を、えーえー、抽出していただいた LLM で抽出したものとそのマニュアルでやったものはどのぐらい一致するかっていう評価を行って、えっと、現在のところちょっと書いてないんですけどえっと えとゼロショットよりはフューショットの方が、えー、かなり精度が良くなるっていったことが見えてきている段階になります。はい、でさらに、えー、とオントロジーへのマッピングについては、えー、と実際にはこさ、えー、文献データと細,細胞 RNSEC データで、えー、と細胞の名前の流度っていうのが異なるのですが、えー、とオントロジーはその、えー、とその概念が改造構造になっているので えっと、どこかしらの階層にマッピングするっていうことであとはこう推論で、えー、こう紐付けるってことができるかなと考えております。でそうすることでウェットの研究者の方にとっては、えっと、遺伝子や機能細胞の機能表現型の探索を加速するっていうことが可能になると思います。でデータ解析 データ解析をするバイオインフォマティシャンやあとはもっとこうより広い AI 研究者の方にとってはその気軽にドメイン知識あまりドメイン知識を必要とせずに細胞に関する知識を得たりあるいは細胞の機能を遺伝子発現から予測するような時に使えるきれいなデータ AI のためのデータっていうのを提供するってことができると考えております。 はい、えっ、ー、と、こういったデータベースを作ろうとしています。よろしくお願いいたします。